はい、ミスターです。明けましておめでとうございます。本日は1月の3日新年明けてね、ちょっといろいろあったんですけど、まあ毎日いろいろあるんですけど、初のツーリングちょっと行ってきてって感じですけど、まあすぐ帰ってきたんですけど、まあとりあえず今年1年はまあいろんなことを、チャレンジしていこうという年にしたいと思っております。それでですね、1月今日3日なんですけど、6日にもちょっとしたツーリングがあるんで、まあ、この動画見てくれた人でね、もう近くの人で行きたいという人は、ミスターまで、問い合わせください。それでじゃあ、今日ちょっと初のツーリング、今年初のねツーリング行ってきた模様を、紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。何かビグランドの方のねセブンイレブンということなので、この前やってもらった屋根屋さんのね丸山さんもいるといいんですけど、一応 GoPro セットすべて持ってきましたよ。じゃ寒いっすね。ズボンはヒートテックに、今日はユニクロのスリムフィット、上はヒートテック2枚重ねの T シャツ、セーターに、ダウンにアウターという感じですね。もうこれで結局マフラーとか首につけるやつ忘れちゃったんで、ちょっとやばいっすね。まあリュック背負っているので多少あったか効果はあるかも。右に曲がって左にセブンがあったかな。ここが中央場所みたいですけどね。あったおはようございます。はい、いいです。あ、マジですか。いいです。はい。僕のもかなり、やばい、今日、やばい、ブローするかも。あ、もう、今は頭ってもいいですけど、もう、ピストンリングがやべえことになってるですね。もう、白煙がすげえ。はい。やっぱ差数がちょっと短くなってるかもしれないですね。一応 PMC の差数ですけど。あ、そうなんですね。あとオイルプレッシャーのところのオイルがダダ漏れやべ。そうですね、もうダダ漏れですよ、ここ。やべ、ここのガスケットさえ変える時間がねえっていうわ。いいですよ、下ろした時にありますよ、もう。もうそうですね、今年は夏までに。うん、そうですね。あ、は、塗ってないです、はい。何人ぐらい来ます？そうなんすね。1月3日、ツーリング初車で紹介します。 Z ですね。
じゃあ、トコさん、新年一発目、よろしくお願いします。お願いします。ついてきゃいいですか？ついてきゃいいな。あ、俺も止まった。CBX に？ CBX。高速ですよね。高速じゃない？はい。トクさんと丸山さんの同級生 Z1 チームがラグジュアリーだ。すげえ。400がおるとうるさくて聞こえんね。あ、そうですね。みんな分回してたな。寒いなこれ。やっぱ結構寒いですね。寒いね、うん、お、前から来た。ドクさん、充電してあります？うん、充電、充電してあるよ。じゃあ完璧ですね。うん、はい、岡田君来るやつ多分ね、充電してる。いやいや、俺行きますけど、うん、けど、行き先とか全然分かってねえの。やべえっすよ。丸山さんは初めてですか？うん、丸山さんとツーリング初めて？初めてだってバイク買ったもんの。あ、マジですか、うん、昔とかはなかったですか？ない。あ、すげえですね。なんか今日あれですよ、あのズボンの色とアウターの色も合ってるじゃないですか。だらチームみたいですよ。Z1 チーム、バナナ味みたいなもの、はい、勝手に合っちゃう。エッチっすね。あ、ちょっと待って、ヘルメットもベル出して。マジっすか。けどあれ Z1 A ですね。 A だね、はい、いいね。200なん全然いい、あれ高くないんじゃないですか。高くない、はい、200なら高くない、はい、だからもう通れも今回が最後ぐらいかもしれんすけど。なんでエンジンやなんともこれマジでやばい。やべえ。やばいっすよ。2発やりゃ、2発生きとりゃ帰ってこれるかもしれんけど、ロックしたら終わりっすもん。死んじゃいそうだろ、エンジン。そうっすね、もう死んでますね。マジ、うん、やばいっすよ。ピストンリングがダメ。ピストンリングダメっすね。あとはバルブガイドのあのステムシールもダメっすね。もうダメか、うん、下ろすしかないね。もう下ろすしかないっす。でたまに2番が火が出てないっていう。あ、ほんと。まあ下ろしたついでに全部やります。やべ、下ろさない感じいかんな、 CB は。マフラーとか忘れたもんでやばいっすよ。でなんかいや、4番いいな、はい。あの4号の人は知り合いですか？4号は知らん。知らんすか？うん、あの先頭2人を知っとるだけ。あ、そうなんすね。うん、あれ稲垣っていう人は あのあれですか？うん、あの豊川ですか？東中、豊川東中ですか？違う。あ、中中じゃないかな。中中、中中ですか？あれ止まっちゃったね。CBX すげえっすね、これだけど、うん、やりすぎだな。やりすぎっすね。ギラギラですね。調子悪いの。調子悪い。Z1
全然やばい。400すげえっすね。400うるさいな。うわーいって言って気持ちよさそうだよね。400そうですね。やっぱ回るもんで、うん、こうやってみんなで走るとさ、400欲しいもん。ほんでやっぱ車両も軽いもんで実は乗りやすいっすよね、うん、そうそうそう、うん、稲垣でもバイクいっぱい持っとるだけ。あ、そうなんすね。マーク2も乗っとるし。お、結婚してるんですか。結婚してない、離婚しちゃって。ああと何持っとんだかや、 CB も持っとるじゃないかな。持ってないかな。持ってないか。ギターで、うん、ギターのカラーを使って。ああ、やっとる。手前のスタンドだな。了解。スタンドっすね。うん、ハドのとこやってるよね。多分やってると思いますよ。これ入れてきたでな。もう僕は本当不安ですよ。400近くにおるとうるさいな。そうっすね。まあ今年はちょっといろいろ頑張らんといかんっす。なんで？店舗の方を、あ、はい、もう大改革を、はい、俺じゃ前来た置いてかねえよ。ガス入れていかんと。あ、早いな。CBX 乗ると暴走族ですね。暴走族だよ。音が面白そうだよね。でもそうですね、一回乗ってみたいな。おばきゅうさん、おばきゅうさん手振ってかんというか、うん、わかるか。わかんないですね。多分僕もそんなにあれではあるんですけど、手振ってみます。振ってみます。俺も手振ってみよう。でも何回か行き合っとるよね。そうですね、行き合ってはいますね。最近ミニもあんまりやってないですもんね。うん、けどまあ先行っちゃう可能性もありますね。大丈夫だな。あ、行けるか。先行っちゃったね。そうですね、ちょっとあの感じがおばきゅうさんっぽいハイエースだったけどね。うん、そこのエネオスですよね。これだな。P 分かっとるかよ。多分どうですかね。あ、分かっとる。燃料入っとるだろ。あ、ゲージなんねえんだ。これ、ETC か。レギュラーカードで。うん。
いい、これボルコムじゃん。高いの来て。みんな金持ちっすよ。金持ち。金持ちっすよ。ね、やべえ。撮影しとる。あ、撮影じゃん。みんな行こうぜ。え、それじゃあ高速に乗ってくんですね。静岡方面ですよね。そうだ。俺知らんぞ。パニック名古屋入ったらわけやかな。さあ久しぶりの高速ですね。前回僕富士山以来なんで。みんなどうしそうだよ。でも取ったら左に寄るんじゃないですか。そうだよね。うん、俺トークさんと高速初めてかや。違うよ、この間。そんなことないっすよね。うん。すいません。え、みんな ETC？ マジっすか。なんかもう原始人みたいなもんですよ。もう俺も ETC 絶対つけよう。俺もつけよう。どう、いや、足引っ張ってますよ、僕たち。右ですね。いや、はい。あ、僕ケツ付近走ってるんで、あれ先頭は丸山さんっすね。よかったね。はい、あ、切れました。切れたよ、一回離れとった。はい、けど自動で繋がるモードなんで大丈夫です。うん、いいぞ。両方は結構。いいっすよ、徳さん先行ってください。ちょっと丸山さんのやつに勝負を仕掛けんと。丸山さんの早いでな。早いっすね。おお、すげえレスポンスだ。あれが楽しくて CBX 乗るんすからね、たぶん。もう、ボールであれでやっちゃう。うるさい、うるさい、こいつ。暴走族ですね。おい、うるさいぞ、CBX。いや、僕、ケツ行きますんで。ケツ行くの？はい、ケツだとみんな取れるんで。ああ、そうか。はい、あのスーパーフォーのナンバープレートついてますか、あれ。あれ、やばくない？あ、違うか。わからん。あれ、ナンバーなくない？あの人。そんなやからはいないはずですよね。もう高くかな。こんなペースじゃ2時間じゃやりすぎるね。これは無理ですね。今だってこれ80キロっすもん。
丸山さん右手ですね。そうですね、もう徳さん右入るしかないですよ。ここでちょっとリーダーシップをこれは右の車線入らんときついですよ。全然来るね、右へ、はい。はい、僕入りました。大体僕のこのラインで行けるはずです。若者に行ってもらって、うん、まあまあ、徳さん今どの辺ですか？全然聞こえ、聞こえですね。ガイルどっちから行くの？第二？いや、わかんないっす。ガイル、まあまあ距離ありますよ。あるよ、はい。長いですね。第二東部行くの？どっちでもいいですけど。どっちでも行けるの？どっちでも、あ、わかんないです。僕全然わかってないんで。これインカム僕らしか繋がってないの危険じゃないですか？もう、まっすぐ行っていいよね。まあ、はい。まあ、あ、丸山まっすぐ行った、はい。死ぬことはないんで。うん、そうだね。はい、あ？もう先頭っすか？昼に戻ってくるから、だいぶもっと飛ばさんと。そうっすね。もう僕の飛ばせないですよ。このペースじゃ絶対入ってくる。風強いですね。でも天気はいいですね。危ないわ。もう浜松っすよ。いや、エンサー無理だよ。無理です。だいぶ無理ですね。じゃあちょっと遠くてもこの浜松で、停滞でしようかよ。途中で逃げてくるしかねえよ。はい、僕今一番幸いには一番ケツにいるんで、わからんようにね。はい、わからんようにっていうか、あれですけど、皆さん今年もよろしくお願いします、よろしくお願いしますとかだけど、やべえ、はい、それであと1キロ、1キロってなってますけど、はい、時間がないので、エンジンが途中で僕のこれ止まっちゃうんですよね。やべえ、そっち、はい、今も止まっとる。今も、はい、あ、走っとるとエンジンストールしちゃうっすね。あ、ダメなんだ。結構、はい、けどまあぐしゃってなるとならんすけど、うん、はい、じゃあ徳さんもここでフェードアウトしますんで、ここで帰る？はい、
浜松で。はい。みんなでよろしくお願いします。わかった。はい。また、いいよ、徳さんありがとう。はい。参加しますんで。うん、わかったわかった。また、はい、ゆっくり行けるとき行こう。はい、わかりました。すいません。はい、お疲れ様でした。はい。バイバイ。お疲れ様で。みんなでよろしくお願いします。うん、了解。言っとくわ。はい、お願いします。お疲れです。はい、ミスターです。ちょっとね、時間がないので僕は浜松で、抜けることになりました。はい、すいません。はい、はい、すいません。それでは、はい、それじゃあね、新年早々のツーリングだったんですけどね、ちょっと昼から予定があるので僕だけ U ターンして帰りたいと思います。まあ、1号線に出てね、帰るつもりです。